風が気持ちいいですね。車にしてよかったな。でかい荷物もあるし。あ、どないした？鍵かけましたっけ？かけてたで。コンロの火は？消しました。だいたい A ちゃんコンロなんか使ってへんやろ。飯作ったん俺やし。ああ、そうでしたね。なんか様子おかしいで。たこ焼きパーティーなんて初めてなので緊張してるんです。初めて？26にもなって？そんなことする友達がいなかったんですよ。なんも緊張することあらへんがな。俺もおるんやし。それはそうですけど、職場の先輩のくぬぎ田さんはともかく、パートナーのあやさんもご一緒だし、あやさんとなんかほとんど話したこともないのに。俺もやって。まあそう構えんと、ダブルデートと思って気楽にしときや。ダブル？急に緊張するじゃないですか。いちいち可愛いやっちゃな。ああ、ほなら長い遠距離交際を経て結ばれた新婚さんの新居訪問やと思っといたら。それにしても結婚祝いに何欲しいか聞いたら、たこ焼き器やてな。やっぱり寮もコテコテの大阪人やな。春さんもたこ焼き器持ってますもんね。目的地周辺です。お、もう着いたで。二人きりのラブラブドライブデートも終わりや。おう、りょう、来たで。いらっしゃい、待ってたで。ぐぬぎ田さん、お邪魔します。ちゃんもよう来てくれたな。春と仲ようやってんねんな。もうそろそろ付き合って半年過ぎたぐらい？まあな。それにしてもめっちゃ広いし綺麗にしてんな。必死で片付けたっちゅうね。あ、荷物ここらへん置いといて。うん。ほな早速たこ焼きの準備しようか。まあまあ、遠路はるばる来てくれたんやし、お茶でも飲みな。ケーキもあるねん。あいつが一番食べたいねんで。そうみたいですね。あやはあんまり甘いもん好きちゃうから、こういう時に食べとかんと。あ、適当に座っててや。はい、ケーキとコーヒー。遠いところようこそ。式にも参列してくれてありがとうな。あの時は二人まだ付き合ってなかったもんな。うわぁ、やっぱりくぬぎ田さん笑顔が眩しいしかっこいいな。私服も新鮮でおしゃれだ。それに比べて僕の服装ときたら。お、A ちゃんの私服なんか新鮮やな。背高くてシュッとしてるからかっこええのに、不思議となんか可愛らしいねんな。え？せやろう、何着てもよう似合うんやわ。はいはい、ごちそうさま。ほな、そろそろ始めようか。途中の市場でタコ買うてきたで。ありがとう、助かるわ。まだまだ料理は見習いやから、春がアシストしてくれて助かるわ。料理って、材料切るだけやないか。僕は二人が切ってくれた食材を運びますね。さすが A ちゃん、気が利くな。ここでいよいよ本日の主役がご登場、たこ焼き器さんです。はい、生地投入。ただいま。あや、おかえり。もう帰ってきた。あれ、いつもよりだいぶ早ない？早く帰れるように調整したから。さすがあや、お疲れさん。上着貸して。お邪魔してます。お邪魔してます。いらっしゃいませ。改めてご結婚おめでとう。乾杯！乾杯！
せやけど、めでたいのは俺らだけちゃうで。え？新たなカップルの誕生に乾杯。二人もおめでとう。なあ、あーや。俺は亮のだし、亮は俺のだからね、ずっと。